はい、高橋丈太郎です。救急車のサイレンを鳴らさないでくれっていう、これ結構前からですね、言ってんですよね。でも、ここまで、本当に、ひどいっていうか、記事になったのは、前も出てたんですけど、こまごま出てたんですけど、あと救急車が来てんのに車が、全然止まらないとかですね、そういうのいっぱい出てんですよね。救急車が、だからもういかに救急車が多すぎるかっていうかですね、そういう話だと思うんですけど、であとはですね、いっぱいもうツイッターとかにね、いっぱい載ってるのでですね、それ検索していただいて、いろいろね、誰がどう思ってんのかですね、コメントとか見ていただきたいんですけども、そもそもですね、なんでこんななってんのかとかですね そう、なんで私はこんなことをやってんの、こんな動画撮ってこんなことやってんのかな、みたいなですね、ふと思う時がね、ありますね。なんで今ね、人生の終わり頃なのかどうなのかまだわかんないですけども、まだ当分死にそうはないんで なんでね、こんななってんのかなっていうね、で、しかもこれをもう3年半とか続けてるっていうですね、で、動画いっぱい削除、2万本とか削除されてですね、もっとですね、もっとですよね。で、このチャンネルも危なくてですね、つい最近は FC2 動画が、FC2 動画ですね、音楽はちょっと大丈夫だったんですよ。戻ったのかな、あれ。FC2 動画、音楽は大丈夫になったんで、もう音楽をやってですね、ホームページ見てもらうぐらいのことしかもうできないですけどね。もう何でも消えちゃうんですね。ただ消したら消したで構わないんですけども、それを消す方も自由なんですけどね。消すのは自由なんですけど、反発があるってことはですね、当然ね、こんなのやってる方はみんな頭がいいわけですからね。消したら反動が来るんだってことがですね、倍返しっていうのあるじゃないですかね。倍どころじゃないんですよね。私も前からずっと言ってますけどね、なんかやられたらですね、300倍返しで返しますからね。なんかやられたらね、それは殺されたら無理だけど 殺されたら無理ですけどね。あと訴訟とかね、そういうのやられたらね、ちょっとね、ちょっともう勝ち目はないのかな、ね、お金ないですしね、そうなってみないとわかんないですけどね、そういう話もね、いっぱい出てるのでね、もう山盛りね、ツイッターに出てますからね、いろいろね、なんでこんなことになってんのかなって、こうね、この文明が終わるってことでございますけどもね、早く終わってほしいなと思うんですけどね。ということで、何でも、知識のある方はですね、対談していただけると、音声にですね、残しとけば、いいわけでございます。こうやってね、何でもいいんです。音声に残ってればいいんです。誰も聞かなくてもいいんです。誰かは聞くと思いますのでね。誰かは聞かれますからね。ということで、ありがとうございました。失礼します。